こんにちは、今お昼です。ソフトバンクグループ社債友の会の皆さん、ユニゾがね、デフォルトしましたね。期待回収率が 10% 台だそうです。ユニゾって昔さ、単価のチェックの時に見ましたよね。で、孫さんね、もし倒産した場合はユニゾと違って回収率 100% かもしれないよって、このお話をねして、ちょっと不安を和らげるような、そんな動画を作ってみました。やっぱ例のユニゾがね、デフォになっちゃったね。報道をちょっと確認していきましょう。だいたい回収率 18.7 ってね、ところが出てましたけども、ちょっとね、情報をちょっと取っていきましょうね。まあ、想定通りだったなって思うんですけれども、だって単価ぶっちぎってワースト日本一でしたからね。ここもちょっと復習しましょうね。で、それを踏まえましてね、もしソフトバンクグループがデフォならば、期待回収率はどんなもんなのかしらって話をね、ちょっとさせてください。私も公認会計士をやってまして、2、30年やったんですけども、今も引退しております。特殊ですからね、ソフトバンクグループ、投資会社の社債がね、強い面があるよってお話をねさせていただければと思います。まず1個目、報道を確認していきましょう。はい、ジャムさん、ユニゾの社債が点々点持っていないけどってね、ちょっとやっぱ気になりますよね。ソフトバンクグループはね、ちょっとユニゾと全然桁が違うからね、金額がすごいからね、まずね、影響甚大で簡単には潰せないだろうし、そもそも潰れませんし、もしね、潰すっていうような意思決定した場合よ、倒産はしません。でもね、解散しちゃうとかね、非上場化しちゃうとか言った場合は、しっかりお金が返ってくるっていう、そんな話をさせてくださいね。はい、友の会で研究しておりましたので、今回はそのフォローという形をね、取らせていただければと思います。はい、ブルームバーグから持ってきました、ユニゾホールディングスがデフォルトで、610億円だそうですよ。まあ、一応もソフトバンクグループを見てみると、見ているからね、そんな大きくないとは思うんですけれども、負債総額この倍ぐらいで、今年一番のデフォになるっていう感じ、まあ、なんですよ。で、過去に発行した社債7本、これ覚えてますかね？後で見ましょうね、個別にどんなもんか。前にね、動画を作って単価をチェックしたんですよ。国内公募社債のデフォルトは17年6月の高田以来ですよってことでね、また来ちゃったね。今回はその倍ですよってね、高田のデフォルトが300億であった、今回その倍ですっていう話ね。デフォルトしたのが600億、負債総額が1200億って、そんな感じなんですけどね。報道で確認していきましょうね。社債権者を対象とした説明会を開催。債権者集会がね、開かれるんだろう。荒れるだろうね。社債の保有者がどの程度、投資で回収できるかってことを考えていかなきゃいけないんですけどね。なかなかパチッとした数字が出てこなかったんですけれども、ユニゾホールディングスの物件価値などを考えると、回収率は3割程度あってもおかしくない。3割は返ってこないよね。もう直感的に3割返ってこないよ。で、スポンサーが考える物件のバリエーション次第って、だから買い叩かれちゃうんだよね。足元見られるからね。で、新野菜であっても、日本の場合、法的整理に至れば 10% 台でしかないっていうことを言ってるけど、そんなたくさんね、その事例があるわけじゃないから、なんとも言えないんだよね。で、ほら、社債以外にも45に対する、金融債務がありますって、600億ぐらいね。でもこっちはね、不法、担保を取ってるはずなんですよ。だって銀行だもんね。貸主はね。銀行はしっかり担保取りますよ。で、新型コロナウイルス感染拡大、プラスこれが痛かったよね。ロシア、ウクライナ侵攻の物価上昇、米国金利上昇などを受けと、1200億円ですよってね。まあ、ソフトバンクグループを見慣れてると、ちっちゃく感じるけどさ、あれ、超大変だからね。でも、大きい1200億。で、はい、5月に償還日を迎える社債100億円について、もう目処が立たなくなっちゃって、万歳しちゃったってことですね。で、今後はね、事業再生に取り組むと表明と、また復活してくるのかな？どうだろうね。はい、そして、アメリカの投資会社のさ、ローンスターによる支援を受けた、エンプロイメントバイアウトをやったんだよね。
テイクオーバー、MOB ってマネジメントバイアウトっていうのがね、孫さんが企んでるんですよ、今。これは従業員が会社を買い取るってことをやったわけです。そして上場廃止になりましたということになりましたね。でほら、その際、借り入れた資金の返済のかさむ中、新型コロナでやられちゃって、ホテル業界大苦戦ということでね、環境も悪かったんだね。で、なんと、CC まで下がっちゃったよと。甘い格付けの JCR でさえ、もう困ったらしょうがないよって形でね、もうとんでもなく状態悪いよってね、もうデフォルトだよということをね、もう宣言したわけですね。CC だからね。で、公社債店頭売買参考統計値ってやつね、いつも見てるやつですよ。が、26日公表分では21円台前半でしたっていうことね。これもうずっと見てますからね、社債の単価は我々はね。で、友の会で研究しましたよねってね、単価にワースト日本1位の状況をもう一回確認してみましょうね。はい、ユニゾホールディングスの株価は下げてきたって言ったってさ、そもそもここ26円だからね、100円のものが26円になっちゃったってことですからね。だから26が21に下げたってさ、100から26に落ちた方が痛いよね。はい。で、大和さんが言うにはよ、ぬかぬか書いてあるけれどもさ、この件が社債市場全体に影響を及ぼすわけではないっていうこと、まあまあ1200億ですからね。でまあまあ、そんなような状況なんですけれども、まだほら、社債現状を正確に把握できないんだろうな、誰が一体どんなのを思ってるのかね。ソフトバンクグループの社債現状の場合、社債現状集会になったらどうなるんだろうな。ものすごい数になっちゃうよね。で、はい。これ、どのぐらい回収できるかは支援の内容によるって言うけれども、全額を正しいに返せるなら申し立てはしない。全額を戻ってくるのは当たり前じゃん、この。なんだこの、ライジング法律事務所の弁護士は。なんだかね。当たり前のこと言われてもね。で、この23年新型コロナ関連の倒産というのが、なんと判明した分だけでと、757件だそうですね。このうちホテルがまあ半分以上だったんでしょうね。約半分か。この中に伊豆が入ってたっていうことで、今年最大の倒産になるでしょうということですね。1200億円ですね。まあ今年中ったってまだまだこれからあるからね。今まだほら、4月が終わった、終わりそうなところですからね。これだけにとどまるかな。まだなんか出てきそうな気がするけどね。いやもう今年は怖いよ。で、ソフトバンクグループの場合はよ、これ1200億円だけど、これはね、これ、ソフジーだったら超単位だからね、とんでもないことになるよね。はい。で、また別の記事持ってきましたよと、地方銀行がさ、危ういねって話を昔したんですけども、やっぱその通りになりましたね。ただね、これ銀行はしっかりね、担保を取るからね。4社で担保引き受けてない、保全されてない貸し出しがあった、うん、書いてありますけれども、はい、北国、ここね、北国がとんでもなく一番だったんだね。不法って15億って書いてあるな。まあまあ、こんなような感じで、銀行はしっかり担保を取ってるからね。社債権者は担保取れないもんね。だから悲惨なのは社債権者ですよね。地銀にそれほど大きな影響はないだろうって、まあそりゃそうだ。担保があればね、いいよね。で、この、社債600億の方が悲惨ですよ。で、はい、金融債務の649億のうち、少なくとも600億はね、ちゃんと担保を取っててよかったって話でしたね。だから社債が怖いよね。社債を含む無担保債権の656億の回収率は、基本シナリオで 18.7% になるという、まあまあこんな感じなの。うまくいっても2割弱って感じかな。はい。ではと、もし、想定通り、日本、単価ワースト日本一っていう話をね、ちょっとね、復習していきましょうね。今に始まったことじゃないですからね。3月26日の動画でこんなのをね、作っておりましたね。単価日本選手権をやったわけでしたね。で、まずほら、情報源と分析を自分でね、
ちょこちょこ見れるようになっていただければという思いを込めて作ったわけでした。低単価ランク1位が誰だよってさ、それはインズだったわけですよ。楽天も結構ねやばかったね。はい、私楽天も買っちゃったからね、この会社さえね。で、ちょっともう一回復習しますと、日本証券業業界が参考価格を日々発表してますんで、これ気になったらね、ちょこちょこね、見てくださいよ。証券業協会のところの会員ね、主だった証券会社が日々社債を取り付いてるわけですよ。途中で売りたい人はいませんか、買いたい人はいませんかってね。で、手数料中抜きするんですけどね。これがしっかりね、開示されている制度がございます。これ読まなくても結構ですよ。毎日ね、開示されていて、で、これ自由にね、見れるわけです。で、ここね、日本証券業協会の、ここね、A とやると、こんなのがポヨンと出てくるので、公社債市場 O とやると、こんなのがポヨンと出てきて、で、ここをクリックすると、こんなのがポヨンと出てきて、で、ここを A とクリックすると、こんなのが出てきます。で、PDF をいつも使うんですけど、ランキングとかはね、細かく調べたい場合、Excel をお使いくださいね。はい、こんなような形で Excel がビローンと出てくるんですけども、はい。これね、コードに注意してくださいね。1から20、でも、細々コードが分けられているんですけれども、40、60、44、66ってね。で、友の会でいつも見てるのはここでございますよ。普通の社債ね、変動率記載の類、それから円価概債ね、私ルノーも買っちゃったし、ね、アンデスも持ってるんで、これ見たいわけですよ。ルノーって例のさ、あれよ、あれよ、うまく言えないや。ほら、2.8% になっちゃったってやつね、3.5% もらえるつもりがあってとこで、だから私ね、ソフジーも持ってるし、楽天もちょっと買っちゃったし、ルノーも持っていて、なんか危ない社債ばっか持ってるな。はい。で、これ4167本でランキング形式でね、単価を並べたわけですよ。で、ここについて、相当かけたんですね。ここでね、上位一番高い単価っていうのが、これね、JR 東海ですよ。100円のものが120円で売れますってやつですね。金利もさ、2.6% もついてきて、素晴らしいですね、これね。はい。そして、途中省略しまして、一番下に何が来るかなーってね、その過程で下の方に楽天が来たわけですよ。あー、楽天だー。楽天だー。これ、うーんと下の方ですよ。そして、また楽天が出てきて恐ろしい状況だねって話を昔したんですけどね。一番ビリが、一番下が、ユニゾだったわけですよ。変動金利を含む4167本の中でビリがね、で、7本って書いてあったよね。1、2、3、4、5、6、7。あ、このことで全部ダメになっちゃったって。まあ、そりゃそうだ。会社が倒産すれば全部アウトになるもんね。劣後だろうと、普通だろうと、クルノベ劣後だろうとね。で、はい。で、こりゃ、召喚されるのかしらって話を昔したわけですよ。でも8割引きとかになってるしさ、当時でね。で、ちょっと調べてみたら、出るわと。ユニゾホールディングス上場廃止を決定、うんぬんとかね。まあ、もろもろ出てきたんですけれども、整理銘柄に指定されましてと。で、さらにググってみるととね、なんと、はい、上場廃止になりましたってとこなんですけども、孫さんが出てきてさ、ソフトバンクグループ系ファンドがテイクオーバービットって出てるよ。もう若干の損したと思ったのはよくわかんないけどもね。もうこれはね、もうこれ以上見たくなかったんで、見なかったことにしたんでしたよね。はい。で、当時の記事ですよ。このあたりから2021年の2月あたりからもやばかったわけですね。200億の借り換えを要請と、潰れるんじゃないかなってね。で、ほら、地銀が主だったわけですよね。で、なんと1200億のうんぬんって言ったんだけど、当時、融資額が1124億だったんだね。だからだいぶ減らしたんですね。で、そして、200億の借り入れをお願いしますってことを申し述べていて、当時、なんとかしのいでいたわけですね。で、11月に100億の社債償還を控えていると。で、ほら、1000億の社債もあるよってことで、まあ、結構まあ減らしてはいたんですね、負債をね。で、一部の地銀は社債も買っちゃってるし、融資もしちゃってるってところで、危ないぞと。で、ほら、
なんとこの JCR が BB プラスに引き下げてますよってことで、まあ、警告はしてたんですね。あの甘い JCR でも投資不適格にしてましたと。で、額面に対して、100円が20円ですよとかね、11月もうすぐに満期の10回も40円ですって、短くてもやばかったってねいう話が出てたわけですね。22年の11月満期のこれを買えた人は、ね、40円で買って100円で帰ってきたんですよ。もうこういうのが好きな人もいますよね。あの少額って、失敗してもいいやって感じです。10万円ぐらいとか100万円ぐらいとかね、こういうのにかけて頑張ってる人もいらっしゃいますね。でね、そういうことばっかりやってるヘッジファンドもいるわけですよね。いやもうこれを買った人はうまく逃げ切れたんだけどもね、あの例の7本はダメだったね。よいしょ。はい、ではね、ソフトバンクグループがもしデフォになっちゃったりなんかすると、期待回収率ってどんなんでしょうかって話をさせてくださいね。これもまたこんなのね過去に作ってるんですけども、数字が古くなったんで、必要なところはね、今の数字、直近の数字に変えて解説させていただきたいと思います。PBR ってあるじゃないですか。あのほら、これね、貸借対照表をね考えなきゃいけないわけですよ。デフォルトの場合はね、倒産する場合はね、 PL は関係ないですからもうね。で、純資産を考えなきゃいけないんですけども、総資産、持ってて嬉しいものから負債、持ってて嫌だなって思うものを引いた賞味の嬉しいものね、それが、純資産なんですけれども、これ一株当たりの純資産がブックバリューレシオパーシェア、なんだ、ブックバリューレシオパーシェア、あ、だから1株当たりの純資産がありますよと。それと株価を比べるわけですね。だから、100人株主がいましたよと。1000円の純資産があるんだったら1人当たり10円もらえるわけですよ。で、株価が10円だったらね、トントンなんですけどね。まさに、純資産発行済み株式数で割って求められる、ブックバリュー、プライスブックバリューシェア、なんだ、ブックバリューパーシェアだ。ね、なんかね、英語やだな、BPS ね。と、株価を比べるわけですが、会社が解散した場合に、1株主に対していくら資産が戻ってくるかを示すもので、株価と BPS が同じ、BPR が1倍であれば、理論上は株主が投資した分は戻ってくる計算にってことですね。だから、純資産が1000ありました、株主が100人いました、1株10円でしたっていうと、1人当たり10円のものが戻ってくるから、トントンよって、そんな話ですよ。で、ソフトバンクグループの場合は、株価が100円だったと、間違えた。1株当たりの純資産が100円だったとしたら、株価が 80% ですよと。だから、80円で株を買ったらね、100円戻ってくるぜという美味しい状況で安全なんだよってね、そんな面がね、強調できるわけですよ。で、もっと言うと、一般事業会社の固定資産のものの、例えばほら、製造業だったりなんかすると、工場の類なんですよ。これ、売るって言ったって売りさばけませんからね。だから、PBR が1倍以上あるならば、1倍以下であるならば損はしませんよってのは、あれ嘘なんですよ。机上の空欄だって売れっこないもん。ただソフトバンクグループの場合は投資会社なんで、資産のものは株だから売りやすいわけですよ。だから 0.8 なんてことになっていると、もしかしたら本当にね、株買った値段の株よりもたくさんお金が戻ってくる可能性もなきにしもあらずなわけです。ここちょっと言いたいんですね、今回ね。PBR、株価純資産倍率の推移ということで、過去1年に遡ってみて、ほら、一番いい時がね、大体3倍ぐらいだったんですよ。それがぐんと引き下がり 0.8 になってますと。ほいで、すごく割安になっています。過去1年のアベレージが 1.6 だったんですけども、その 1.6 が 0.8 にもなってますからね。さらにこの半年を見てみるとアベレージが1倍ですよ。だから買った値段とトントンぐらいの資産があるって会社をね、買えるわけですね。でさらにそれが 0.8 になってますからね。はい、ソフトバンクグループと、2022年の1月28日で 0.81、 今もこんなもんですよ。はい、ではね、
はい、最新の株数字でちょっと見てみましょう。ものすごい爆発だけど倒産しないのってことなんですが、この話をしたけれどと、はい、机上の空論だよってさっき言いましたけどね、だって製造業の会社が解散して手持ちのものが機械とかだったらね、誰が買ってくれるのって話があるけれど、ソフトバンクグループを持ってるのは株だからね、それはね流動性高いですから売れちゃうわけですよ。財務健全性を見る場合はですよ、倒産するかどうかっていうのはソフトバンクグループの場合、貸借対照表をね2種類用意して、それを見比べて判断する必要があるよってね、いうことをもう一回復習しましょうね。債務超過になると倒産目前になるよってところから復習していきますと、普通ね資産と、負債を比べてその差額で資本があってっていうような形で、資産よりも負債はちっちゃいわけですね。そりゃそうだ、持っている資産よりも、借金が多かったら首が回りませんよ。でね、これどんどん赤字が累積していくとどうなるかというと、負債がバンバン増えていって、で資本を食いつぶしていきます。そして、資産よりも負債が大きくなったら債務超過です。純資産がマイナスっていう状態になります。自己資本比率が大幅に減少していくんですが、そうなるともう 社債がですよ、社債市場で途中売却できない状態になります。さらに、債務超過になっちゃったりなんかすると、社債がデフォルトになる可能性が出てきますよと、こういう流れなんですね。はい、ソフトバンクはどうですかっていうことで、直近ね、本日手に入る最新の数字でもう一回今のお話を数字で説明させていただきます。株単から持ってきましたよ。はい、PBR 0.83 倍ですね。ということは、株価が80円だったとしましょう。でも、一株あたりの純資産は100円だからね、安心して買ってよって、解散したらね、80円で買ったものに対して100円もらえるかもしれないんだからねって、そんな状況。で、これもちょっと頭に入れましょうね。今の自己総額が 7.5 兆円としましょうか。ざっくりね、7.5 兆ね、四捨五入してね。はい。で、自己資本比率ってね、いうことが、総資産に占める自己資本の割合が 21.3% でございますよと。これからね、貸借対照表を作ると 21.3% だったでしょ、資本がね。負債がじゃあ差し引きで 78.7 あるわけですよ。社債が売れない状況じゃありませんよ。余裕を持って売れますね。ただ、ディスカウントされちゃうけどね。社債が返せないかっていうと、ちっとも返せなくないですよ。で、こっちにね、スペースが空いたんで、これ入れたんですけれども、これ信じてくださいね。一応会計士やってまして、ずっとソフトバンクグループの社債を買い続けて現在に至ってますんで、一生懸命研究してますよと。で、21年9月末の時点における NAV の、ネットアセットバリューの内訳を示してくれてたんですけども、はい、これが投資会社の見るべき貸借対照表でございます。持ってる資産ね、株式の価値に対応する負債を当てて、その差額を純資産的な考え方で、ね、算出して20億だよと。ネットアセットバリューっていうのが、手持ちの株式からね負債を引いて得たね、その実際持ってて嬉しい金額ね。はい、これがね、当時の時価総額は 11.1 兆円だったんで、差額、こんだけ株が安いディスカウントでっていうのが 47% だったわけですよ。で、今直近どうなってるかっていうと、先ほど申し上げた通りで 7.5 兆円で、だいぶ時価総額が減ってる。まあ、株価が安くなったってことなんですけども、はい、ナブの方もね、うんと減っちゃってるの。ディスカウントはね、なんと今47だったでしょ、ここでね。今ね、46なんですよ。だから、対応してるんですね。時価に対する、時価総額に対するNAVの割合ってね。はい、だってこうだもん。直近っていうと22年12月末しかね、今手に入りませんからね。NAV 計算するの相当大変だと思うんですよね。13.9 だから14兆だとしましょうね。はい。で、20兆が14兆になって、ざっくり3割減って、まあ、そんなような感じで捉えておきましょうか。数字を丸めてね。で、時価総額が今 7.5 兆だったんで、はい、このディスカウント割合がざっくりよ 46%、だいたい半分ぐらいの、ね、ディスカウントがいつも行われて、そんな感じですね。で、ほら、LTV を使って直
近のね、投資会社の貸借対照表にちょっと書き直してみますとね、はい、LTV から VBS を作りますよ。純資産、純有利子負債ね、負債を、保有株式価値で割ったものがローントゥーバリュー LTV でございます。でこれがね、投資会社の貸借対照表になるんですけれども、LTV ってね、ナブをさ、率で表してるようなもんですよ。だってナブってさ、保有株式価値からね、純有利子負債を引いたものですからね。この純有利子負債を前に出して、保有株式価値で割り算したもんなんで、実はこれ同じものです。率で表すか金額で表すかですね。はい、ということで、投資会社の LTV ですね。LTV が、ごめん、投資会社の貸借対照ですね。18.2 の LTV だったんで、100から引いて、資本的なものというか、なんというか、投資会社の資本はね、81.8 じゃないのよ。これ、資産が100あった場合、ね、だいたい20と80って感じで考えとけばいいと思いますよ。でスペースが空いたらこんなの書いてあるんですけど、一応私ね、アメリカとイギリスに留学して、ちゃんとね、ファイナンスと経済学系でね、一生懸命頑張って2つ収支取って帰ってきたのよ。はい、まあそういうことは置いといて、だからこういうことがあるからぜひ信じてねって、荒い計算でもねってことをちょっと訴えたいわけですね。これ見てすぐさま倒産するかって言うと、ちっとも倒産する気はないわけです。だから私、社債いっぱい買ってるんですよ。財務健全性、倒産可能性は2つの BS を見て判断しましょうねって話をね、でも、かなり昔からしてるんですけども、直近の数字でちょっと書き表してみると、状態は変わってないなってね、企業会計の貸借対照表ね、いわゆる自己資本比率が 21.3% と、で、社債が売れない、まあディスカウントはするけども、まあもう売れないことはないですよと、ちっとも返せない状態じゃありませんっていうのをこれ見ればわかりますね。でさらにですね、はい、投資会社の LTV からの貸借対照を見てみると、余裕。だって、これが真の財務安定性ですからね、こんな状態でですよ、もし倒産するかというとしませんけども、倒産じゃなくて解散してくれよと言われると、弱いかもしれないな。まあまあ、孫さんってもういい加減はさ、諦めてさ、お金返してよって。今だったらさ、いっぱいね、儲けが出るからねって。特に株主の人はね。はい。だってさ、今改ざんするとどうなるかと言いますと、はい、ほら、生産価値ってさ、PBR 0.8 だと、一株当たりの利益、一株当たりね、80円に対して100円戻ってくるよってのがあったじゃない？で、さらに、一般事業会社と成立しないんだけれども、投資会社の場合は成立するぞって話がね、あったじゃん。それはね、この投資会社の、ローントゥーバリューから作る BS を見れば明らかなわけですよ。だって100で売れるものがあって、20しか負債がないわけですよ。ということってさ、株を半値で叩き打ったとしても余裕でしょ？ 100 対20と80だからね。どういうことかというと、例えばよ、その一遍に売れるわけないじゃんっていうところは正しいんで、半値で叩き打ったとしましょうか。100円のものを50円で売ったとしましょう。でも社債は20しかないですからね、完済できちゃうわけですね。さらにですよ、株が半値の50だったとしてもよ、負債の見積もりが甘いと。倍の40だったとしてもよ、だから資産を半分よと、ね、話半分で半分よと、負債も甘いんじゃないって、倍ぐらいあるかもしれないなっていうことになったとしてもよ、株が半値、負債が倍だったとしてもね、完済できちゃうわけですよ。だって50対40だからね。はい、だからね、孫さんってアリババで成長したわけですよ。で、これを今ね、ナブの、アリババからね、アームにバトンを渡そうとしてるわけですね。アリババの株全部売っちゃったからね。このバトンの移行がうまくいけば、また生き残るわけですね。まさに一本足打法ですよね。アリババ一本出しアホ、アリババ一本足打法とか言われて、揶揄されてきたんだけれども、自転車商業って言われながら現在に至ってるんだけども、きっちりアームにバトンが当たり、アーム一本足打法の自転車商業が続くよ、続く、どこまでもって感じ。これが孫さんの経営の真骨頂かなってちょっと思っております。聞いてくださってありがとうございました。それではこの辺で失礼いたします。ごきげんよう。